なんか最初の印象と今の印象みたいな、うん、してたんですけど、なんか松井そら先輩やっぱしっかりしてて、うん、清楚で、そう、もうなんか何を任せても大丈夫みたいな、もう完璧人間みたいな最初イメージなるほどね。 でもなんか絡んでくうちに、あー時の空可愛いなーみたいななんかちょっと幼い要素みたいな、ちょっとなんかちょっとその子供らしい可愛さみたいなのを、うんうん、なんかあなんか育てたいな育てたいなんか親心みたいな、そう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 、私は最初なんかすごい元気はつらつな、うん、元気っ子でいつでもなんかこう明るいみたいなイメージが強かったのよ、うんうん、あイメージが強かったの、うんうんうん、なんかそれこそデビューの時の配信のわっしょーいみたいな感じのテンション、はいはいはい、あすごい元気いっぱいな感じなんだろうなって思ってたんだけど、うんうんうん、実際はすごく なんだろう、甘えん坊だったりなんかね、はい、ちょっと なんて言うんだろう、幼稚園の女の子みたいな、あれあれあれ